マシュー・ダイクス・キャップスは、アメリカ合衆国のジョージア州出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント。パイレーツ時代のキャップス2002年の MLB ドラフトで、ピッツバーグ・パイレーツから7巡目で指名され入団。2004年まで、パイレーツ参加のマイナー球団で、先発投手を務めていた。2005年は、クローザーとして21セーブを記録し、 同年9月16日にメジャーデビュー。2006年85試合に登板し、9勝1敗、防御率3.79を記録。リッチ、ロイセルの新人選手としてのシーズン登板数の球団記録を更新。2007年は6月からサロモン・トーレスに代わり、クローザーを務め、6月2日にシーズン初セーブを記録して以降、シーズン終了までに18セーブを記録。 2008年はクローザーとして開幕を迎えたが7月2日に右肩の活躍の応援で故障者リスト入りマイナーで6試合に登板し8月23日にメジャーへ復帰前年を上回る20セーブを記録2009年は防御率は自己ワーストの5.80だったが自己最多の27セーブを記録シーズン終了後に FA となる 一席候補となったシカゴカブスの場合はセットアッパーワシントンナショナルズの場合はブライアン・ブルーニーとクローザーを争うとしこの2球団のどちらかと契約するとキャプスの代理人は発言した2010年1月6日にワシントンナショナルズと1年350万ドルの契約に合意2010年7月末のトレード期限直前にウィルソン・ラモス、ジョー・テスタとの交換で ミネソタツインズへとトレードされた。2011年終了後には FA になったが、12月5日に1年450万ドルでツインズと再契約した。2012年は右肩通で7月に故障者リスト入り。2013年1月31日にクリーブランドインディアンズとマイナー契約を結んだ。6月に右肩の手術を受ける。10月17日には、 インディアンスとマイナー契約で再契約する。2014年8月に実戦復帰するが、ルーキー級での4試合の登板でシーズンを終える。2015年2月10日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶ。5月2日に解雇となる。ありがとうございます。